カめ、この俺様にかなうはずがあるまい。さすがはルガー様、お見事でございます。こやつらの死体は私めが処理しておきますので、お先にお城へお戻りください。さて、今日もなかなかうまそうな魂を手に入れることができましたよ。答えられませんね。まだ食い足りないんですが、さすがにこっちの魂は仮面の道士様に献上しなければなりませんかね。最近ちょっと間引きすぎましたからね。我が主仮面の道士様は聖域への扉を開くにあたり、禁断の古代呪法のためにたくさんの魂を必要とされている。こうして私が途中でピンハネしているのがバレたら殺されてしまいますよ。ああ、もしもし。おや、獣人王のボンクラ息子のお帰りかね。お前、カールの命戻る。嘘ついた。へっへー、バカ。そんなのに引っかかるなんてまだまだガキってことよ。ま、そういう単純なバカほど魂の味は格別うまい。カールの魂もウルフにしちゃ上出来だったわよ。貴様、動かない。思わぬごちそうにありつけたわ。今お前の魂もカールのもとに送ってやるよ。私の腹の中にね。待ちなさい。何あんたたち、人の食事の邪魔をするとは許しませんよ。ですか、このガキは。はっはー、ウェンデルの新刊と一緒に行ったガキンチョか、思い出しましたよ。やつなら無事だよ。え、じゃあ、それどころか今や強大な暗黒の力を身につけ、闇の新刊落ちた聖者として我が主仮面の道士様に私と共にお仕えする身。さすが私が見込んだだけの実力の持ち主。ミラージュパレスではナンバー2の実力者。もちろんナンバー1はこの私ですがね。お前もケビンと一緒に片付けてやら。待て、俺がやってやる。森の中でケビンの姿を見かけたので戻ってきた。ケビンだけはこの俺の手で倒す。その前にお前らから相手してやろう。ウォーミングアップにちょうどいい。どうぞご自由に。あなたとは争う理由がありません。でも
これは痛いわよ。これは素晴らしい。